皆さんこんにちは、ギターの大輝です、ご無沙汰しておりますけれども、本日は、YOS ギター工房さんから出ております、セミオーダーというですね、新規受付用の、ベースギター、クインティックというモデル名がついておりますけれども、まあ、そのデモ機の方をですね、ちょっと今お借りしておりまして動画を撮っております、まあ、いつも通りですね、まあ、どんなギターなのかなっていうお話と、あとまあセミオーダーとフルオーダーってどう違うのっていうところと、まあ今回このギター用に完全フルオリジナルで、デモ曲をちょっとですね書き下ろしで作ってみましたので、そちらもですね楽しんでいただければなと思いますので、いつも通り概要欄の方にですねセクションごとの目次といいますか、作って貼っておきますので、興味があるところだけご覧いただいてもいいかなと思いますし、お時間ある方はちょっと長いかもしれませんけど、ぜひ最後までですね楽しんでいただければと思いますので、ぜひどうぞご覧ください。はい、では早速ですけどスペック的なところからですね説明させていただこうかなと思います。ホームページの方のですね表記もちょっと貼っておきますが、どの辺ですか、この辺わかんないですけど貼っておきますけど、YOS ギター工房のセミオーダーの特徴ということでいくつか、説明が載っております。ご存知の方も多いかと思いますけれども、吉田さんというですね、職人の方がですね、木材の、準備、設計、製作、納品、その後の、まあ、メンテナンス等々ですね、すべて、やってくれておりますので、その辺のことが記載されております。で、さらにですね、下のところにこの、弾き手のニュアンス性の反応の良さとか、サウンドレンジの広さ等々いろいろこう、まあ、表現がありますが、まあ、その辺をですね、ちょっと簡単ではありますけど、この動画でご紹介できればなと思います。まずですね、木材に対してというところですけども、今回お借りしているこのデモ機は、皆様が、事前に予約等ですね、していただいて、工房に直接お伺いしていただければ、全く同じこの実機をですね、その場で試奏することが可能です。このデモ機のスペックとしては、アッシュボディに、バーズアイメイプルネックですね。で、みんな大好きハカランダ指板ということで、ピックアップはシングルシングルハンバッカーというレイアウトになっております。なんですが、工房の方にですね、行っていただきますと、エレキギターで使われるであろう主要な木材、まあ、アルダー、アッシュ、マホガニー、まあ、ローズ、メイプル等々ですね、あとエキゾチックウッドと呼ばれるような、いろんな木材をですね、常時ストックされているそうで、その木材を直接皆様がご覧いただいて、選定しながら、決めていくことができます。で、吉田さんもやっぱりかなりの木材フェチ、木材オタックってどう言ったらいいんですかね。木材にお詳しい方でございますので、楽器を作るにあたって適してるであろうというハイグレードなですね、材を常時ストックされております。なので、デモ機はたまたまアッシュになってますけど、最終的にもしオーダーされる場合は、皆様が吉田さんと相談しながら、決めていただくことができますよと。いうことですね。で、その上で、ニュアンス性の反応の良さっていうのは、今まで、スモッキーピックアップとか、スモッキーオーバードライブとかですね、あと自分が使ってる茶色のアーチドトップのですね、フルオーダーで作っていただいたギターでも、説明させていただいてるんですけれども、まあ、ピッキングに対する反応が、まあ、ものすごく広いと、強くこう、激しめに出したい音だけじゃなくて、本当にものすごく優しいタッチの音もそのまま表現してくれるというのが、一つ、YOS ギターの特徴でもあるのかなと。僕は個人的にゼロの音が出るって、言ってるんですけど、どうしてもね、ギターの中には、ある程度弾いて初めてなんか音が出る。そこに行くまではなんかこう、ピッキングしても膜がかかってるような印象のギターとかあるんですけど、当然それがいい悪いというよりは、まあ、僕の好みはそうじゃなくてということになるんですが、なんでまずですね、その辺の、いつも通り、
どのぐらいこのギターが、右手に対して追従してくるのかということで、ピックアップの、まあ、例えばシングルのフロントとリアのハム、ボリュームは触らないで、ピッキングだけでどのぐらい、まあ、表情変わるのかっていうのをですね、まずちょっと聞いていただこうかなと思います。音色としては、まあ、クランチと言われるような、ちょっと軽く沈んでる状態でいってみます。いかがでしょうか。ですね、こちらの今音色的には本当にアンプで歪ましてるだけっていう設定になってまして、あのコンプレッサーとかも一切かかってない音になります。なので表情は変わるんですけど、音量がこう劇的に落ちないっていうんですかね、あのちゃんと再生されてるっていうのが伝わってるかなと思います。でさらには吉田さんが作ったられてるギターの大半にはスムーステーパーっていうですね、ボリュームを絞っても這い落ちしないような、ものが搭載されてるんですけど、まあもちろん皆様がねお作りになるとき、そういうのいらない普通のトラディショナルな感じがいいっていう場合もあると思いますので、相談していただければと思いますが、今のようにまあプラスしてこのボリュームの操作をすることでさらにもっとこうバリエーション多くの表情を出すことができると、その辺は本当にここのバイオスギターさんの特徴的な魅力的な部分かなと思います。であとはですね、サウンドレンジの広さ、みたいな説明もございますけども、俗に言うヴィンテージギターっていうんですかね、ああいったまあ鳴りを持ってるようなタイプのギターっていうのが当然やっぱりレンジが広いっていう意味にもつながる時もあるし、逆にまあミッドが強いとかローが強いっていう表現、いろんな表現出てくると思うんですけど、特に例えばね、まあ、ちょっと僕本物のバースト59年生とかさすがに実物を弾かせていただいたことまではないんですが、ある程度高い、ハンバッカー系、あとモストラト系ですね、弾いた時ってこんなに上が出るのかっていうぐらい、このトレブルっていうよりプレゼンスの成分みたいなのがなんかものすごい出てるなって感じる時あるんですけど、その感じがします。自分が使ってるアーチドもそうですし、このクインティックのデモ機もそうですけれども、上がものすごい鳴ってる感じ、まあ当然ね、ミッドもローもいるんですけど、その感じが耳障りなキンキンとは違うっていうところがまた一つ特徴なのかなと、いう部分で、ぜひですね、手に取って試奏に行ってみていただいて触っていただくといいかなと思います。で、具体的にはまあスペックの部分ですね、ちょっと失礼して、よいしょと、はい、トラットなボルトンスタイルということで、4点止めのですね、オリジナルプレートを使った、ボルトン構造になっております。ロングスケールの22フレットですね。トラスロットはここからいけますよっていうタイプになってます。で、5等ブリッジ、ステンレスフレット、まあ、このオリジナルのピックアップ、クインティック製のオリジナルメッキコンバネということで、こちらですね。ちょっとまた反射しちゃっても申し訳ないんですけど、スモッギーオーバードライブ、ノブ等で、おなじみの大人気、畑精密工業さんの、制作されている、メッキコンパネというものになって、ほぼ鏡状態ですね、が、もう標準で採用されておりますということですね。
で木材パーツネックの形状カラーなどはご選択できますよということになってます。でですね、木材は先ほど一番最初にまあいろんなストックありますから、お選びくださいと。でパーツ類に関してなんですけど、まあ例えばその、ペグをゴールドにしたいとかですね、まあ、ノブを違うノブにしたいとかですね、そういった細かいところは当然変更が可能だと、おっしゃっておりました。でネック形状も多分薄め細め V、U 等々ですね、対応できる範囲でやってくれると思います。で、カラーに関しては、このデモ機はメタリック塗装っていうんですか、ちょっとラメが入ってる感じのね、になってますけど、まあ、塗りつぶし、サンバースト、とうとうですね、やってくれるということだそうです。で、ブリッジなんですけども、フロイドローズとか乗せられるんですかとこの間聞いてきましたら、物理的には乗せられるそうなんですけど、ただそうするとですね、この辺の、旗オリジナルさんのですね、このコンパネと、吉田さんオリジナルのこのピックガードのレイアウト等々の兼ね合いで、まあ、支障が出てしまう場合があるので、結果的にこのモデルのこれが使えなくなる可能性があるということなので、ブリッジに関しては、使えるものを吉田さんの方から、まあ、そうするとこの辺になりますのでどうですかっていうような感じの提案をしていただけるとのことでしたので、ぜひですね、オーダーされる方、フロイドローズ好きな方もいると思うんですが、まあ、オリジナルギのモデルのものを、買われるということで、まあ、ぜひですね、その中で選んでいただけるといいのかなと思います。でですね、価格載っておりますけれども、税込みでこちらからということになっております。このデモ機そのものは、この金額プラスほんのちょっと高いと、まあ、そのメタリック塗装分値段が変わってるっていうふうにおっしゃっておりましたけれども、基本的にはもうここに載ってる金額で、これとほぼ同等のスペックのものを、ピックアップを3シングルにしようが、2ハムにしようが、ハムシンハムにしようが変わらないというふうにおっしゃっておりました。値段が大きく変動する可能性があるのは、まあ一番はやっぱ木材ですね。エキゾチックウッド希少な材の場合ですとか、まあ目がものすごく出てるキルトとかフレームを使ったトップ材をね、やりたいとか、まあハワイアンコアですとかね、その辺はどうしても値段のアップチャージに影響すると。あと、まあ、パーツ類を、まあ、ゴールドのパーツを使いたいよとかですね。あと、もう、特殊な塗装をしたいっていう場合とかは、どうしても値段が変わるそうですけど、楽器そのものの質としては、基本この金額ぐらいで、ほとんど作れるっていうようなお話をされておりました。まあ、お金の価値観はね、本当に皆様人それぞれだと思うんですけれども、正直言いまして、めちゃくちゃ安くないですか大丈夫ですかね、言っちゃってね。ハイエンドギターっていうとね、やっぱり今、国内でね、海外製のものでも買おうとすると、もっと高いで当たり前だと思いますし、ましてハンドメイドで、オーナーのために一本ずつ作ってくれるっていうところ、まあ、さらにはなかなか手に入らないと思うんですよね。今、YOSさんが制作されてるギター本体っていうと、その希少価値レア度のところ等々含めましても、ぶっちゃけめちゃくちゃ安いと思います。ただどうしてもね、お一人でやられてますので、今日注文したら来週手に入るとかそういうわけにはいかないっていうのがやっぱ個人工房様かなというところあるかと思うんですけども、クオリティ的にも価格的にもですね、ものすごくおすすめできるギターになっておりますので、ぜひご検討されてみてはいかがでしょうかというところですね。で、このデモ機はですね、まあ、レイアウト等々、ここも皆様ご自由に変えられるそうなんですけど、まあ、キャビティのスペースは限られてますので、まあ、その中でということですが、ワンボリューム、ワントーンに、ファイブウェイドセレクターで、ミニスイッチ付きとなっております。これ別に、これが標準ということでもないそうなので、その都度相談していただければ、まあ、ワンボリューム、ツートーン、ちょっと配置等々変えたり、まあ、ツーハムでトグルスイッチとかね、当然ミニスイッチも付けれますよと。で、もともとは確かこのデモ機最初お作りになられた時は、この、ミニスイッチリアハムのタップになってたと思うんですけど、今現在は、入れていただくと、ポジションがどこにあっても、フロントとリアの、外側、まあ、テレキャスですね。テレキャスのミックスポジションみたいな音が出ますよっていう風になっております。なので、この辺も皆様の、アイデアと、
まあ、物理的に可能な範囲でご相談しながら作っていただくのがいいかなと思います。まあ、以上が、まあ、あのスペック等々のお話でございました。はい、続きましてですね、あのサウンドサンプルということで、ピックアップを、まあ、切り替えながら、クリーン、クランチ、スタック、オーバードライブ系、まあ、スタックの沈み系っていうんですか。あとは、まあ、せっかくなんで、あまりやる方いるかわかんないですけど、超絶モダンハイゲインのリアサウンドみたいな感じで、いくつかちょっとご用意してみましたので、聞いてみてください。で、あの、先ほど説明した通り、ここは 5way で、テレキャス風の、まあ、ミックスポジションが出ますよってことになってますので、あの各音色ごとにこれを切り替えながらやっておりますので、ぜひどうぞご覧ください。We'll be right back.
はい、ということで、フルオーダーとセミオーダーについてっていうのをちょっと最後少しだけお話しさせていただこうかなと思うんですけど、この YOS さんのオーダーギャラリーをご覧いただいても見ることができるんですけど、自分が使ってるあの茶色の、アーチドトップはですね、フルオーダーっていうものになりまして、吉田さんに作っていただいたものです。で、今日はあの皆様にご紹介しているクインティックのこのデモ機は、セミオーダーということになるんですけれども、どこが違うのというところですね。木材のグレードを作ってらっしゃる方の技術、ましてその作ってる方ご本人、何も変わりません。じゃあどこが違うのっていうところになるんですけど、セミオーダーっていうのは、オーナーになられる方が、選べる選択肢っていうのは、限定されているモデルっていうことになりますね。なので分かりやすく言うと、このボディシェイプは変えれませんよと。はい。で、当然このビッグガードとメッキコンパネも標準採用ですので、まあ、基本この辺のまあ見た目に関する部分が変更できないことが多いと。で、正直多分そのぐらいなんじゃないかなと思います。あとあれとかどうなんですかね。ちょっとこれ要確認ですけど、ナット幅を全然違くしたい。まあ、ネックの幅をですね、変えたいとか、7弦にしたいとかですね。その辺は多分、受付してくれないんじゃないかなという気がします。まあ、このサイズのこのボディが標準になってて、その中でパーツ、木材、カラー等が選べますっていう本当に文章のままなのかなと思います。で、そうするとじゃあ、自分の好きなオリジナルギターが作れないじゃないかって感じる方もいるかもしれませんけど、やっぱりセミオーダーってそこを求めてるわけではなくて、YOS ギター工房さんっていうブランドさんの、まあ、お作りになる、ハイクオリティな楽器を、基準値としてまずこの用意されてるものの、まあ、使いながら、どう変えていくかっていうことで、オーナーになられる方が木材だったりパーツだったりを選んでいくっていう作業になるのかなと思いますので、で、フルオーダーになると、まあ、ちょっとボディのデザインをね、完全にゼロから、作っていただくこともできますし、7弦だろうが、8弦だろうが、24フレだろうが、30何フレだろうがとかですね、いろいろこう、無限に幅は広がるんでしょうけれども、まず真っ先に、ものすごく値段が高くなる傾向にあるかと思います。これはどこのブランドさんも一緒だと思いますので、フルオーダーでゼロから作っていただくってことは当然スタートの金額がだいぶ高いところから始まる可能性がありますね。で、あとはさらには、その弾き手の方がもう自分で具体的にそのサイズ等々を含めて把握しきれてないと、なかなか思ったようなギターにたどり着かない可能性もあるっていうところですね。ギターってやっぱりね、指板の R とかナット幅とか、弾くだけだと気にならなくても作るとなったら決めなきゃいけないサイズとかっていっぱい出てくるので、そういう面でも結構大変だったりするかなと思います。なので、唯一無二のギターを作れるっていうメリットはあるんですけど、まあデメリットとしては相当詳しくないと、自分が本当に欲しいギターにたどり着かないっていう可能性があるっていうところですね。で、あと一番大きいのは、試奏できない。フルオーダーで作る以上ゼロから作るわけですから、誰も完成品を知らないので、どういう状態になるのかは出来上がる時まで本当に全く読めないっていう可能性があります。で、一方セミオーダーはどうなのっていうと、完成品はまだ世の中にないので、オーナーになられる方が手に入れるギターを試奏することはできないんですけども、基準値はあるっていうことなんですね。このデモ機のおかげでね。なんでボディサイズとか持った感じとか握った感じとかサウンドの雰囲気とか、いろんなものをですね、直接試した上で、じゃあもっとどうするか、これと同じがいいのかっていう感じで進められるので、比較的サウンドの方向性等々ですね、安心して、作っていくことができるんじゃないかなと思います。で、これは相当メリットが大きいと僕は思うので、
まあ、楽器屋さんで吊るしのギターってあるじゃないですかね。あれ最大のメリットってやっぱ思想ができるっていう、これに尽きると思うんですよ。むしろ多分それしかないんだと思うんですね。なのでやっぱりその手に取って試せるっていうところで、楽器屋さんだったら例えばあの詳しいスタッフさんがね、サポートに入ってくれていろいろ説明してくれる時もあるでしょうし、で YOS ギター工房さんはそれを吉田さんが直接やってくれると、なんかこのギターすごく気に入ってるけど、なんかもうちょっとこうずっしりローが太い感じが好みですとか、よりこうハイが出るようなキンキンした感じのジャッキジャキの音が好きなんです、じゃあこうしましょうっていう風にアドバイスもしながら、進めていけますので、ぜひその辺はご安心していただけるといいかなと。なので、このクインティックですね、のオーダーされる方の条件として、あの現状はあの直接工房にお越しになられる方っていうのがあります。なので、やっぱりね、あのまずは直接この実機を触っていただいたり、吉田さんとお話をしていただいた上で、進められる方のみが今受付可能となっておりますけれども、まあ、価格を見てもクオリティを見てもですね、もうぶっちゃけあの早いもの勝ちですので、年間で何本も作ってくれるってことも多分ないと思いますので、今すぐお申し込みになったら、年内お渡しが可能なのか年明けちゃうのか、その辺は要確認ですけれども、今ならまだ申し込むこと自体が可能なはずなので、やっぱりいっぱいオーダーが入ってくるとね、あのリペア等々と一緒で、一回ストップっていう時期も必ず来ますから、ぜひですね、お早めにお問い合わせしてみていただくのがいいかなと思います。なので、今回はですね、このクインティックということで、デモ機の方をお借りして紹介をさせていただきました。で、あのまあ完全にあのゼロからデモ曲をちょっと書き下ろして準備してみたんですけども、このクインティックっていう名前の由来的なところまではちょっと僕もわからないんですが、一応なんとなく自分の中で想像して、デモ曲の方ですね、作ってみましたので、拙い演奏ではございますが、ぜひですね楽しんでいただければと思います。サウンドの方はアンプの設定とか、まあ、何にも触らないで、本当にこのボリュームと、ピックアップセレクターの切り替えとピッキングのみだけでサウンドに変化をつけて一曲通しで、生で弾いておりますので、ぜひですね楽しんでいただければと思います。これからもあのワイオスギター工房さんだけに限らずですね、機材の紹介、サウンド紹介等々、まあ、プレイの中身等々ですね、動画を開けていこうかなと思いますので、ぜひよかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ギターの大輝でした。長い動画ありがとうございます。